涼太と梅干しの早えもんラジオ、早ラジ。はい、こんにちは。こんにちは。早ラジメインパーソナリティの涼太と同じく梅干しです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いやー、来ましたね。ちょっとね、最初のまあ自己紹介のね、うん、ちょっとテンプレートを今回考えたので、ね、お決まりのフレーズとしてね差し込んでいこうかなと。そうですね。うんうん、こんな感じでね、毎回やっていけたらなと思ってるんですけどね、うん、そうだね。第2回ですよ。第2回。うん、さあ、何かありましたかね。何か、まあ、前回いつ撮ったんだろう、うん、日曜日かな。え、日曜日？前回撮ったのは日曜日かな。前回？わからない、うん。記憶がない。あらあら、あらあら。多分日曜日で。すごいな。今、金曜日なので。はい。今これ10月27日に収録してますね。はい。あれですよ。34歳最後の日ですよ。私。あー。ねえ、おめでとうございます。うん、10月28が誕生日なんでね。そうですよね。そう。豆腐屋って覚えていただければ。豆腐屋ね。そう。豆腐関係ないけどね。そうだよね。うん。でもまあ覚えやすいかなと思って。豆腐屋ね。うん。あんまり覚えやすくないな。覚えやすくない？結構好評だけどな。あ、本当に。いや、りょうたさんと豆腐が全然結びつかないので、豆腐屋か。普通にあの、数字の文字列で覚えてたわ。豆腐屋？何を？文字列？誕生日をね。ああ、10月28って。そう、1028っていう感じで覚えてた。すごいじゃないですか。すごくはない。いや、数字なんて全然覚えれないな。いや、覚えられないんですよ、私も。数字というものがね、苦手なので。多分この世の中で一番苦手なもの何って聞かれたら数字と運動って答えるので。そんなになんだ。そんなに苦手なんですけど。そうかそうか。はい。基本的にはね、本当に人の年齢とか、そうなんだろう。歴史のね、なんだろう。年号。年号とかね。そういうのとか、うん、もうなんか誕生日とか、基本的に覚えられないんですよ。うんうん、そうかそうか。そんな梅ちゃんが、10月28は覚えてくれたと、はい。うん。いやー、嬉しいな。インプットしました。やったー。嬉しいな。ねえ。うん。ありがとうございます。はい。で、で、日曜日から金曜日まで5日間ありましたよ。あー、そうですね。なんかありましたかね。いろいろありすぎますからね、早いもん界隈はね。いろいろあるもんだね、本当に。いろいろある、本当に。いろいろありすぎて、なんかこう、何を言ったらいいのかっていう感じになっちゃうぐらいいろいろある。そうだよね、ありがたいね、ほんと。本当に。ありがたいですよね、うん。ありがたさが溢れてくるね。なんか自分たちで何にもしてなくても、いろん、周りがなんかいろいろしてくれちゃうから。そうだよね。ありがたいね、ほんと。どんどん来ちゃうから、本当にびっくりしてる。うん、そうだよね。へぇーって思っちゃう。うんうんうん。うん。本当にありがとうございます。そう。まあ、何があったのかを全く語らずに、ありがとうを繰り返すみたいな、ね。そうそうそう。すごい、座ったんだろうみたいな。リスナーさんたちは。いろいろあった、いろいろあった。ちゃんと上げてこう。そうそう。上げてこう。いや、思い出さないといけないからね。いろいろありすぎて。いろいろありすぎてね。そうそうそう。逆に何も出てこないっていうね。うん。あ、そうそうそう。このラジオを、はい。もともと YouTube で上げていて、そう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 。それを、ニコニコ動画と、うん、ポッドキャスト、はい、でも配信するようになったんですよ。おめでとうございます。おめでとうございます。拍手。ありがとうございます。はーい。本当にね、拍手ちょいちょい入れていこうかなと思ってます、ね。拍手ね、入れていこうね。はい、うんうんうん。ちょっとね、いろいろの、乗り越えていくんで、いろいろなね。乗り越えるたびに拍手を。そうそうそう、梅ちゃんがね。
入れていこうと思ってるんで。昔ラジオをね、一人でやってた時のね。はい、その話。定番のやつですよね。その話しちゃうんですね。いじってもいいって言ってたから。いじってもいいって言ったから。うん。まあ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 。うん。いいよ。うん。うん、ダメっぽい。ごめんなさい。いや、大丈夫、大丈夫。ごめんね。かったかな。そしてね、今回ね、BGM を入れられるようになったので。あ、そうだ、そうだ。ぜひぜひ入れてください。今からちょっと入れてもいいですか？ぜひぜひ。ちょっとね、なんかおしゃれすぎて、なんか、ね、ちょっと緊張するね、ドキドキしちゃうって言ってたんですけど、ちょっと今、曲に負けちゃうんだよね、そうそう、流してみますね、一応。ぜひぜひ。よ。さあ、流れるでしょうか。こんな感じですね。いいんじゃないですか？これで。これで喋っていく感じで大丈夫ですか？そうだね。いいんじゃないですか？一応ね、ループはするので、うんうん。うん、素晴らしいですね。どんどん進化するラジオ。それが早ラジ。進化させていかないとね。そうなんだよね。聞いてる人たちもね。うん。もう、すでに、うん。一番最初の試験放送がね。うんうん。もうだいぶ、拙い感じでいいですよね。うん、まあちょっとね、振り返ることも大事なんですけどね。そうだね。うん、成長したなっていう意味で。ああ、いいね、いいね。なんだろうな、うん、30回記念とかでちょっと聞いてみてもいいですか？30回うん、まあ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 、なんだろう、週1ぐらいのペースで、うんうん、やるとすると30回っていつになるんですか？30週間ですね。30週間ですね。30週間は何ヶ月あるんですかね。何ヶ月あるんでしょうか。ちょっと計算ができない。数字がね、だからね。文系だからね、基本的に、ね。そうそう、2人とも文系だからね。そう。それが不思議。それが不思議なの。聞いてる？あ、どうしました？アプリ開発者が、文系っていうのがすごく不思議。ああ、アプリ開発ね。うん。本当に不思議。うん。すごいよね、本当に。まあ、だから、結構あれなんですよね、本当は。もう、なんだろう。うんうん言いながら、悩みながらやってますよ、アプリ開発。すごいと思う、本当に。難しいな、とか思いながら。うん。あの、なんだろう、ケイ君とかは。そう。もう本当にザ・理系っていう感じがして、うん、そう、いやー、これは得意だなっていう感じがするじゃないですか、うんうん、僕はあんまり得意じゃないんですよね、実はそう言ってる割にすごいですからね、うん、本当に。いや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 、そんなことはないですよ。やってることが、うん、そのなんだろう、フットワークだけでもガンガン突き進んでいっちゃう感じがね、うん、本当にすごいと思う。もう熱だけでね、やってますけどね。うん。うん。いやー、本当にね、毎回感心してますよ、私は。うんうんうん。伝わってるのか、ちょっとわかんないですけど、心ではそう思ってますよ。ああ、ありがとうございます。尊敬してますんで。ああ、ありがとうございます。こちらこそ尊敬してます。ありがとうございます。尊敬返しされちゃった。うん、さっき何をと思ったか忘れちゃった。うん、30周年 ?30 周年じゃないわ。30回記念の話。あ、それだ、計算してたんだ。そうそう、計算が苦手だからねっていう話ね。1ヶ月が、はい。だいたい4週間ぐらい ?5 週間ぐらい、はい、あるかな。だから、毎週撮ってたら、1ヶ月に5回分でしょ？うん。6ヶ月だね、半年だ。よかった。計算できた。おめでとう。よかった。で、そうそうそう、なんだっけ？うん、で、もともと一番最初に BGM を流す前から話してたのは、うんうん、あの、日曜日から金曜日にかけて、うんうん、何がありましたかねって話でしたね。そうですね。うんうんうん。なんか出てきました？思い出しました？ね。うん、私に振るんだ。うん、いや、なんか思い出してくれたかなと思って。そう、うん、ちょっとお願いします、うん、その辺は。なんかあったかな？意外と何もなかった？ちょっとタイムラインを追っていく感じでお願いします。
全然覚えてないっていうね。ツイッターのタイムラインをこっちにちょっと流してくださいよ。これがあったな、これがあったなっつって。はいはいはい、ちょっと待ってくださいよ。今私収録するのにいっぱいいっぱいだから、ありましたよ。iPhone の電源落としちゃったんで。あ、そうだよね。なんかね、音が鳴るといかんからね。そう。うんうんうん。ね、最初のね試験放送でウィーンとか言っちゃったんで。あ、拾ってるわと思って。うんうんうん。こっちではちょっと iPhone 切ろうと思って。うんうんうん。思ってちょっと本気出してみようかなと思ってますんで。うん、素晴らしいじゃないですか。第2回にして本気を出す。うん、まあね、本気じゃないことって基本ないけどね。お、何ですかその名言は。やめてくださいよ。そういう拾い方やめよう。いや、名言のコーナーにね、取り入れていかないとね。くそー、私も拾っていかないとな。貪欲だな、この人、ほんと。本気じゃないことなんてない。やばい、貪欲さに負ける。いいじゃないですか、素敵ですね。くそー。うん。そうそうそう。はい。だいぶ拾えましたよ。お、じゃあ、ちょっとお願いします、ね。そんなこと言ってるうちに。はい。はい。あの、絵本ができたんですよ。はい。ドラえもんの。うん。すごい。リング44さんっていう方がね。はい。あの、絵本を書いてくれて。ねえ。そう、それをブログで公開したんですけどね。本当にね。いや、素敵ですよ。あれは、本当に。LINE アットの方に届いたんですよね。そうそうそう、そう。あの、うん、なんて言うんだろう。そうなんですよ。イラストと、物語と。もともとあの、うん、曲も作ってくれて、うん、そうですよね。その曲もそう、もともと LINE アットの方に送ってきてくれてね。で今回なんと、なんと、絵本まで作ってくれるという。びっくりですよね。いやー、本当にびっくりした。多彩すぎる。ね、絵力というか。うん。絵に込められた思いみたいなのがものすごく伝わってきて、すごくあったかい絵なんですよね。あったかい、びっくりした。温かみがすごい。すごいよね、本当に。本当にすごい。うんうんうん。いやー、びっくりしましたね。すごい、本当に、ブログの方にアップしてるので、ぜひぜひ、そうだね、あのまだご覧になってない、読んでない、ね、リスナーさんがいたら、うんうん、ぜひぜひブログの方を、ね、そうですね、ぜひぜひ読んでもらいたい。はい、見てみてください、うん、イラストだけでも本当にほんわかあったかくてすごい優しい感じのね。そうだね、そうだね、うん、でまたその絵本のね、うん、中身がね、物語の、うん、りょうたさんが登場しちゃうっていうね、すごいそうだよね、びっくりしたよね。うん、そんな展開になるんだ。絵本っぽいなみたいな感じだったんだけどね。う、うん、急遽現れるっていうね。展開が本当にね、急でびっくりしちゃって。面白かった。面白いですよ。突然出てきちゃうからね。ねえ。うん。ぜひね。りょうたさんが出てきちゃうからね。はい、そう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 。ぜひね、ちょっとご覧になっていただければと思います、ね。そうだね。はい。そうね、まだあるんですよ、うん、まだニュースがありますよね。ジングルです、ジングル。ジングルね。うん。ジングル作ってくれたんですよね。そうなんですけどね。うん。何でしたっけ、消されちゃうんですよ。ハサン。ハサンですね。今の、なんだろう。今のところハサンですね。ハサンですよね。うん。現在の、なんだろう、ツイッター名がハサン。うん、そうですね。うんうん。うんうん、どんどん消されちゃうからね。どんどん消されちゃうんですよ。よかった、消される前に気づいて。気づいてくれたから消したんじゃないですかね。気づいてくれたから消した。あ、そういうことか、うん、ちょっとやっぱりしばらく間があったので、私がリツイートしてから、あ、そっかそっかそっか、あ、りょうたさん気づいてねえなこれと思って。そう、気づいてなくって、だいたい気づくんだけど、なんか奇跡的に気づいてなくて。奇跡っていう使い方ちょっと違うかな。そうそうそう、奇跡じゃない、悲劇かな、うん、悲劇的に気づいてなくって。うん、そうです。よかった、気づけて。気づけてよかった。うん、多分ね、気づくまで待っててくれたんじゃないかなと思いますよ。きっとそうだよね。うんうん。まあリツイートされた瞬間にね、消されちゃったけどね。すぐ消えましたね。すぐ、割とすぐ本当に消されちゃったからさ。そうだよね。でもね、ちゃんと親切にメールで、うん、あのデータをくれたんだよね。そう、音声ファイルを、音質ファイルをね、送ってくれたので。そうそうそう、無圧縮の音声ファイルをくれたんですよね。本当ですよね。うん、ありがたい。
ちょっとせっかくなので、それをね、紹介しますか？聞きたい、聞きたい。ちょっとじゃあ、BGM。ぜひぜひ、うん、ぜひ。ああ、一回絞ってね。はい。うんうん。で、流してみましょうか。うん。これで止まったかな？ BGM は。うんうんうん。そして音量を上げてからの。お、なるほど。再生しないといけないっていう。さすがです。さすが DJ。この、なんだろう。本当にやりづらいね。何かやり方を考えないとね。簡単に、慣れてくるといいけどね、やり方に。うんうん、とりあえず流してみますね。ぜひぜひ。はい。いやー。はい。おしゃれ。おしゃれ。おしゃれ感がすごい。すごいおしゃれ、本当に。もう感動しちゃったよね。うん。このなんか短い尺にさ、ほんといろんな要素が詰まってて。いやーなんかさ、冒頭に入れる、りょうたさんのアカペラのやつあるじゃないですか。何ですか？ジングル。はいはい。なんか、感じで、ずっとやっていくのかなと思ってたんで。すごいなんか、やばいおしゃれなやつが来たと思って。そうだよね。嬉しいんだけど、やっぱり、なんか、ちょっとドキドキしちゃうよね。緊張しますね。おしゃれなジングルにおしゃれな BGM だったら間違いなく緊張しますね。そうですよね。うん。まあ、しょうがないですね。その辺はちょっと、まあ、慣れていけるようにしましょうかね。それに見合ったおしゃれを出していけばいいってことでしょ？うん、ですから。そうですね。それに見合ったおしゃれ。頑張ろう。それに見合ったおしゃれっていうのか。おしゃれになっていけばいいってことでしょ？おしゃれになっていく。頑張ろう。まあその、でも、まあギャップもまた楽しいんじゃないですかね。ちょっとその。ギャップが？脇汗が？脇汗？欲しいですか？脇汗？緊張するんですよ。うん、まあ緊張はしますけどね。そうなんだよね。そのなんだろう。二人のトークの感じと、うんうん、そのちょっと BGM とか、そういうことね、そのギャップがね、うん、ジングルのおしゃれさとのギャップが、うんうん、それはいいかもしれない。ちょっとやっぱり、ほんわかっぷりが際立つかもしれない。だといいな、みたいな感じですかね。うん、確かに確かに。まあその、ね、ラジオ用の、もしね、この、うん、BGM のループ音源とか、くださること方とかいたら全然嬉しい嬉しいガンガン募集してますんで。めっちゃ嬉しい。うん、そういうのね、ちょっと私には作る才能はないので、うん、あ、そうそう、それでこうジングルをさ、はい、一番最初の、こう2人でやりたいなと思ってて、ああ、そうそう、その梅干し用のところを言ってもらったりとかね。ああ、なるほどね。そう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 、それはちょっとやりたいな。なるほどね。うん。うん、なんかね、どうなんですかね。キーがね、合うかな。キーの問題もあるんだよね。キーの問題もね、ありますからね。ちょっと、それは、要練習ですね。そうだね。宿題。まあ一応、あれなんですよ。ん？ウクレレでも弾きやすいようなコードにはしといたんで。お気遣いいただき、ありがとうございます。ちゃんと C から始まるっていうね。お気遣いいただきありがとうございます。楽しみにしてますね。あそうなんだよね。ね、うん、弾けないからね、びっくりするぐらい。まあまだね、まだ始めたてだからね、言ってもなんかね、うん、楽器そのものがね、うん、苦手だったから、うんうんうん、はいはいはい、自分でもうちょっとびっくりしてるんですよ、うん、楽器を始めたことに。そう、ああ、いいじゃないですか、素敵。ウクレレってでも楽しい、いいよね、楽しいよね。うんうんうん、弾けはしないけどまだ、うん、きっとできたら楽しいなとは思うので。ウクレレ楽しいよね、ちょっとずつね。うん、というかまあ楽しいよねっていうか何何いや、やってないのに何楽しいよねとか言ってんだろうなと思って、面白くなっちゃいました。妄想のね、
妄想の域でね、楽しいなと思って、うん、いやいや、まあ、ギターやってたりしてたんで、はいはい、弦楽器楽しいなっていうイメージで今喋ってました。うん。すごいですよね。楽器ができるって本当に尊敬する、それだけで。楽しいよね。楽器楽しいよね。いやー、すごい。うん。楽器できる人多いですよ、早門ユーザーさんには。本当ですよね。うん、もう今までも、プロの人とかもね、うん、いますからね。今まで全然接点のない世界だったので、その音楽。そうそうそう、本当に面白い。本当にね、びっくりですね。うん、何があるのかわからないものだ。そうだね。最近ツイッターとかやっててもなんか話題が豊富だからね。本当ですよね。うん、この五線譜がどうこうみたいなね。五線譜が。ケンコさんがね、いろいろ覚えてたんですよ。はーい。そう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 。本当にね。うん、一つ一つこうやってラジオで拾っていくと本当にもう話が収集がつかなくなっちゃうよ ね、 そうだね。ちょっとタイムキーパーをゆめちゃんにお願いしたいなと思ってますけど、ね、ちょっとね、私には無理かもしれない。そうなんだ。時間という概念がないですね。ちょっとね、うん、乏しいので。時間を超越した存在ってことですね。なんでそうなるんですか。あとは、はい。日曜日から今までのイベントっていうと、はい。ユッキーがね、うん。Windows 版を蘇らせてくれたユッキーが、うん。その、コンパイルというか、ビルドの方法をブログにまとめてくれたんですよ。うんうん、そうですね。昨日の夜。うん。なんか一生懸命ね、やってくれましたね。そうそう、ありがたい。もう学校もあるのにね、うん、大学も行かないといけないので。ねえ。うん、ありがたい。ね、協力者ができたんですよね。うん、そうなんですよ。それが、それをきっかけにね、記事を書いてくれて。そう。びっくりしますよね。びっくりしますよ。その方の名前がね。そうなんですよね。また。なんと、ユッキーっていうね。ユッキーとユッキーさんでね、ちょっと被ってるやんけっていうね。ダブルユッキーなんだと思って。ダブルユッキーですよね。面白いですよね。面白い、本当にびっくりしたねえ。そのなんだろう、10年以上この早いもんの開発をやってきて、うん、その僕一緒にやりたいですって言ってきた人がユッキーだね、うん、はい。でもう一人、僕やりましょうかって言ってきた人がユッキーなんだ。面白いよね。すごいですよね。かぶせていくんだと思って。そうだよね。面白いですよね。ちょっと今このラジオを聞きのユッキーさんがね、はい、別にいたら、ぜひ3人目としてトリプルユッキーで来ていただきたいと思ってるんですけどね。もはや誰が誰かわかんなくなっちゃうから、今でさえようやくユッキーとユッキーさんでちょっと区別つけようかなとしてるのに、そうだね、もう一人増えちゃったらどうしようってなっちゃうからね。そうだよね。うん、もうだいぶ転用場だよ、ユッキー枠は。転用場だね。ユッキー枠はちょっともう結構いっぱいかもしれないね。ね、別の枠でお願いしたいですね。そうだね。まあ、両田枠もちなみにまだ空いてるんで。空いてるんだ。二席ぐらいずつはまあいいかな。そうなんだ。すごいな。そう、でもこの間いましたからね。そう。両田さん。ね、いましたね。ダイヤモンユーザーの方でね。うん。うん、カタカナのね、両田さんがいましたね。あ、そう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 。うん。まあでも両田はまあ被ってくるかなって気はするけどね。うん。でもちゃんとあれ出したよね。両田じゃなくて伸ばし棒の両田さんでしたね。あ、そうだね。うん。うん、見てましたね、ちゃんと。うん。ちゃんと、うん、うん、意外とちゃんと見てる、そういうところは。見てる、見てる。はい。うん。さて、それで？そんなとこですかね。日曜日から。うん。今日までのイベントは。ね、おさらいとしてはね。うん、そうだね。はい。もうね、実は25分回ってるんですね。あ、いかんいかんいかん。やばいよ。ちょっと、くつろぎすぎてますね。くつろいでるね。やっぱ、ちょっと時間を超越しすぎてる。超越。うん、そう、次あれなんですよね、はい。曲紹介のコーナー。そうですね、紹介しましょう。うんうんうん、じゃあ、曲紹介。曲紹介の。お願いしてもいいですか？違うんですよ。私、うんうん、そのね、録音するのに、本当にいっぱいいっぱいなので、あ、そっかそっか。曲紹介をね、基本的にお願いしたい。いいんですか？お、え、いいんです。いいんです。いいんです。ありがとうございます。何これ？はい。僕、曲紹介をするのが夢だったんで。あ、本当ですか？
じゃあ夢が叶ったということで、ちょっと私聞いていただきましょうみたいなね。そう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 。うんうん。もうね。だからどっちかっていうと、うん、譲ってあげる的な感じで前回ね、ゆめちゃんにこう差し上げようかなと。そういう感覚だったんだ。あ、そう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 。なるほどね。押し付け感は全くなくて。なるほどね。そう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 。そういう感じだったんだ。うん、本当にね、いっぱいいっぱいだよ。うん、トークと録音するのでいっぱいいっぱいだからね。そうかそうか。基本的にそのタイムラインの話とか、はい。感想のコーナーとか、うんうんうん。基本的に丸投げスタイルでいきたいんですよね。ありがとうございます。いただきます。曲紹介お願いします。はい。ですね、今日は、先ほどの絵本書いてくれたリンゴヨンヨンさんですね。はい。はい、じゃあ聞いていただきましょう。リンゴヨンヨンさんで、早いもんフレンズ。幸せ曲作り。早いもんフレンズ。楽しい歌作り。早いもんフレンズ。歌うこと、学ぶこと、遊ぶこと、表現すること。どうして早いもんフレンズでした。はい。もうメッセージ性がすごいですからね。うん。すごい。しっとりしちゃう。いいよね。君が君らしくなっていくっていうね。この早いもんフレンズですけどね。いろいろなんか考えさせられちゃう。そう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 。遊ぶこと、学ぶことみたいなね。深いんですよね。そう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 。いいですよね。うん。まあちなみにあれですけどね。はい。いろいろこう LINE とかでこうメッセージをやり取りさせてもらってるんですけど。うんうん、はいはい。一応ですね、多分おそらくリンゴヨンヨンさんは、うん、僕と、はい、梅ちゃんと、はい、ユッキーと。はい。あと、ケンゴさんとキュウさんまで、はい。どうやら早いもんフレンズだと思ってみたいですね。ねえ、そうみたいですね。そうなんですよね。うん。ケンゴさんやキュウちゃんさんにもよろしくお伝えくださいって書いてあったんで。ねえ。ありがたいことですよ。まあね、すごい、日常的に絡んでますからね。うん、そうなんですよね。うん。うん。いやー、ね、ありがたいですよね。うん、そうやってどんどんその、目男コンビですけどね。目男コンビ。脳内夫婦。脳内夫婦ね。うん。うん。ちょっとびっくりしちゃう。うん。うん。あ、そっか。普通に目男コンビって言ったら夫婦なんだと思っちゃうもんね。ちょっと脳内つけとかないとね。僕らの妄想なんだっていうことを言っていかないといかんよね。妄想なんですけどね。妄想のはずなんですけどね。うん、徐々に ね、なんかちょっとね、うん。近づいてきてますね。近づいてきてる感がね、あるんですよね。そうなんですよね。今ね。なんとね、ケンゴさんが、ブログでね。そう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 。そのキュウリさんのね、ことを紹介してるっていうね。そうなんですよ。ちょっとこちらとしてはね。ラブレターですよね。本当にね。公開ラブレターね。公開ラブレター来たーって思いましたね。思った、めっちゃ思った。もう、うん、そのまま進んでほしいなー。うん、キュンキュンした。胸がキュンキュンした。本当にね。この年でこんなキュンキュンさせられることってあるんだって思いましたね。そうだよね。うん。
ここ10年で一番今キュンキュンしてるかもしれない。やばい。やばいよね。相当面白いな。いいなぁ。うん。待ってほしいなぁ。熱いなぁ。うん。なんかもう無駄に、うん、遠距離恋愛だけどどうしようみたいな、なんかね、心配をしてるっていうね、勝手に。あのね、本当にね、うん。面白すぎる。そうだよね。キュンキュンしますなぁ、毎日。ね、あのね、うん、本当にね、考えすぎだから。考えすぎだね。うん、まあ一旦あの、ね、妄想の中で、うん、そう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 、とりあえずあの結婚式には出てきたんで。っていうかさ、あの、うん、そのそういう風にあの、うん、二人があの曲でね、あの、うんうん、合作する前からそのすで、うん、に。あ、そうなんだよね。ヨルさんの頭の中では、うんうん、結婚式に出てますっていう発言があったので、出た出た、うん、すぐ出た。その時はさ、本当に、うん、え、この人何言ってんだろうと思って、え、だい、何、な、なんでそこが繋がるんだろう、だね、大丈夫かなと思ってたんですけど。何の脈絡もなかったからね。本当に脈絡がなかったので、うん、そうだよね、大丈夫かなと思ってたんですけど。うん、しかもそれを健吾さん本人に伝えるって。もう二人付き合っちゃったらみたいな。ひどいよね、本当に。あれ突然だよね。本当にね、本当に突拍子もないところから出てきたはずなのに、うん、それがどん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 なんか実現していっているみたいな。そうそうそう。妄想が。あれなんですよ。うんうん。一番最初、もう二人付き合っちゃったらっていうふうに健吾さんに伝えたら、その Q さんって誰みたいな。反応がね、まだちゃんと認識してなかったっていうね。そうそう、それはそうなるよね。ああ、この人か、みたいな感じだったからね、リアクションが、ね。そうだったね、一番最初。本当に脈絡がなかったから。温度差がひどかったよね。すごいよね。でも今、本当に上回ってきてるからね。来てる。こっちの妄想を。そうそう、あの、このぐらいのスパンで何ヶ月ぐらいかけてこうなっていくかなっていう速度を上回っている。早い早い、すぐちょっとね、うん、このね、なんかネタにしちゃってるっていうのが、ちょっと申し訳なく、ネタではないですよ。妄想のネタにね、そうそうそう、妄想は大事なことですからね。妄想は本当に大事なことです。やばいな、汗だくだな、今日も。妄想は人生に潤いをくれるっていう、ね。ちょっとそこ、リバーブかけたいな。もう一回言いましょうか。お願いします。ちょっと待って。え、待つの？あ、はい、音楽もね。妄想は人生潤いを、ああ、こうなったんだ。なんだ。もう一回お願いします。頑張ります。妄想は人生に潤いをくれる。素晴らしい。うん。そうそうそう、あの、リバーブといえば、はい。この感想のコーナーっていう時も、うん。ちょっとリバーブかけてほしいなと思ってるんで。それがね、ちょっとどうしようかなと思って、え、ダメなの？ね、ちょっとね、考えたんですけど。うんうんうん。お、なんかあるんですか？まあ、せめて、BGM は止めて、うん、うん。ちょっと、お便りをね、うん。読んでいただいて、うんうん。で、感想に関するコメントの時は、またちょっと BGM を流すみたいな、うん、そういうメリハリの付け方をしようかなと。めっちゃ考えてるじゃないですか。素晴らしい。うん、やっぱりね、どうしてもその相槌とかね、うん、入っちゃうと思うんで。ラジオっぽい。うん、どう？そんな感じで。素晴らしい。話しながら決めるっていうね、スタンス。そうだね。打ち合わせとかないですからね。じゃあ、もうね、そのコーナー行きましょうかね。はい。もうね、35分回ってるんですよね。やばいやばい。やばいよ。あの、アリさんに怒られちゃうから。怒られちゃうからね。本当にね、あの、なんか、いらんところとかカットしないといけない感じになっちゃう。領域になってくるよね、この問題。そう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 。じゃあ、ここからちょっと早口でいきましょうかね。では、感想のコーナー、お願いします。感想のコーナーね。ですね、YouTube のコメント欄と、はい、Twitter と、ここまで多分前回と一緒なんですけど、はい、今回その LINE アットもあるんで、はい。うん。ちょっと、まとめてザザザッと、あの、紹介していこうかなと思ってます。お願いします。
まずは YouTube のコメント欄から。はい。エミンさんですね。前回もエミンさん最初に紹介したんですけど。はい。ウポッス。そこから必ず入るっていうね。そうそうそう。梅さんのテンションが上がった。うん、笑い。コーナーの案なんですが、はい、逆にお二人が、お二方が決めた質問に、うん、視聴者から回答を募集して読み上げるのはどうでしょうか。ネタがつきにくいと思います。かっこ笑い。なるほど。っていうコメントですね。はい。だから、なんだろう。こういうテーマで回答を募集しますっていう感じですかね。へぇー。ちょっと。だから、なんだろう。早江門川柳を募集してますっていうのを僕らが求めて、川柳をいっぱいもらうみたいなことですよね、きっと。なるほどね。そうだよね。そっかそっか。うん、じゃないかな。へぇー、面白いですね。面白いね。うん、ちょっと川柳募集してみますか。川柳なんだ。僕川柳好きなんです。季語とかいらないじゃないですか。そうですね。川柳、うん、川柳か。多分この早いもんが5文字だっていうところもね。そこね、大事だからね。そう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 。うん、早いもん、おにゃ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 、おにゃ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 みたいな。うん。なんかやっぱり文系っぽいよね、そういうとこね。そうなんだ。文字数でさ、うんうん、こうリズムを考えてるよね。そういうとこあるよね。文字数結構こだわってる。こだわってるよね。うん、すごい感じる、それは。そうそう、早いもんっていう名前をつけるときにね、うん、一番こだわったポイントなんで、うん、ドラゴンボールみたいなね。スラムダンク、ね。うん。そうね、五感を大事にするっていうのがね、ちょっとやっぱり、五感は大事ですよ。理系というより、やっぱり、文系って感じだよね。うんうんうん。つくづくそう思った。うん。じゃあ。さあ、じゃあ次は Twitter からですね。募集するということで、とりあえず。あ、川柳募集してます。はい、よろしくお願いします。ダイモン川柳募集してます。はい。では、次は。じゃあ、ツイッターからですね。ツイッターから。リンゴヨンヨンさん。はい。はやらじ、第1回目もいいです。お。オープニングとエンディングの、はい。あの、りょうたとっていうのが、うん、過去笑いと。うん。で、コーナー、はやえもんに寄せられている要望と、その進行状況かな、うん、っていうコメントですね。はい。なるほどね。まあだから本当はそうなんですよね。まあそうですね。ちょっとやっぱり真面目さもね。早えもん、早えもんのことを知りたいんですよね。うん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 。もちろん早えもんラジオですからね。そうですね。うんうんうん。そのなんかね、脳内夫婦とか言っても完全に暴走してますからね。そう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 。妄想が暴走してますからね。妄想が暴走しているパーティーじゃないですか。とってって。ちょっと雑になっちゃった今。気をつけよう。だからまあ要望とね、はい、その進行状況なんかもね。そうですね。まあ、簡単に言うと、うん、今は Android 版と iOS 版、まあ、iPhone 版ですね。うんうん。に追いつかせるっていうことを最優先にしているっていう状態ですね。そうですね。やっぱアンドロイドユーザーさんからもね、うん、もっと早く便利というかね、楽しくしてほしいみたいなコメントも結構来てるので、うん、やっぱりね、それはありますよね。それが今は最優先かなって感じですね。一応僕と K 君の2人で日々アンドロイド版開発してますよ。はい、うん、うん、そうですね、うん、うんうん、よろしくお願いします。目標としては、はい、今年度中、来年の3月末ぐらいまでには、うん、追いつけたらいいかなとは思ってますけどね。素晴らしい。うん。それが目標ですね。やっぱり見通しっていうのがね、大事ですからね。見通し大事だよ。うん。うん。さあ、続いて。続いて。またツイッターですね。はい。リソワさんからのコメントですね。はい。はやらじは、寝る前にまったり聞いて、落ち着いてから寝るのがいいな。っていうコメントですね。はい。うん。ありがたいですよね。うん。寝る前に。うん、寝る前に聞くっていうね。そっか。まったりできるんだな。まったりなんじゃないですか。
あ、でもそれはちょっと嬉しいですね。そうやってリラックスタイムに聞いていただけるっていうのが ね。そうだよね。生活の中に溶け込むラジオっていうね。うん。そうですよね。ありがたいな。うん。やっぱりラジオって何かしながら聞けるっていうのが結構メリットだったりしますからね。ね、やっぱり溶け込んでいかないと。うん。どんどん溶け込んでいこう。溶け込みたい。いろんな人の生活に溶け込みたい。溶け込んでいきましょう。そうだね。うん。さあ、続いて。ユッキーからのコメントですね。はい。あの、ユッキーさんじゃなくて、ユッキーの方ですね。あ、はい。お願いします。元々の方です。はい。新婚って言ってるけどね。すごい失礼だよね。気をつけます。っていうコメントですね。はい。まあ、この新婚の話は、ケンゴさんとキュウさんの話じゃなくて、僕と梅ちゃんの話ですね。まあでも失礼ではないかな。まあ、妄想は自由だからね。話だからね。妄想するのは自由ですよ。うん。うん。しょうがないよね、それはね。しょうがなくはないけど。しょうがなくはないけど、妄想した方がいいよね、日々。うん。した方がいい。うん。した方がいいから、止めません。どうぞ。ご自由にどうぞ。ぜひぜひ。なんか、いろいろありましたね。カップリングの話とか。カップリングのね。ね。いろんなラインがありますよ、今。いろんなラインがね。ケンゴキュウリと。僕とケンゴさんっていうのもありますね、実は。え、そこみたいな。そのネタ出したのは。キュウさんっていうラインもありますからね。うん。それ出したのは、西アップさんっていう方ですね。ああ、そうだね。うん。アプリ開発者の。ね。パンダピアノっていうアプリを作ったんですね。あの、かわいいピアノのアプリですね。そう。クリオ、あ、違う。なんだっけ？何ですか陸のウニ。陸ウニを送ってくれた方ですね。陸のウニね。はい。そうなんですよ。ある日突然ウニが届いたんですよね。びっくりしましたよね、それは。うん、陸ウニね。陸ウニが届いた。そう。西アップさん結構面白い人でね。面白いですよね。あの、うなぎ食べたいっていうラインスタンプを公開してるので。そう。面白い。すごいところから、なんか発想がね、飛んできますよね。いや、本当に面白い。そのうなぎ食べたいは本当に面白くって。うなぎが食べたい時にしか使えないんですよ。用途がね、ピンポイントすぎるんですよね。用途がね、本当に面白い。限られすぎてる。そう、で結構なんかニュースサイトとかにも取り上げられてましたからね。うん、本当すごい。うん、面白い。そのね、ニッチなところをね、つくのがうまいんでしょうね、きっと。うまいね、面白いね、本当。うん。うん。あの、なんだろう、ハロウィンのアプリも公開してるので、ちょうど時期的にね、そうですね、今ハロウィンですからね。ええー。うん。なんかダウンロードしてみてはいかがでしょうか。はい。うん。そんなね。さあ。はい。続いてですね。はい。ですね、次は、はい。Qさんからのコメントですね。Q さん。キュウリさん。うん。キュウリさんです。うん。この、りょうたと梅干しの早えもんラジオが、気に入った笑い。いや、嬉しいですよ。一生懸命作ったんでね。はい。作ったって聞いたときはほんとびっくりしましたからね。そう。うわぁ、なんかもう形にしてるんだと思って。そう、道を歩いてたら突然ね、出てきたんですよね。うん。道を歩いてたら。うん、道を歩いてたら。もうその場ですぐ録音しましたけどね。外で。そう。雨の中。雨の中ね。すごいわ。そう。うん。絶対忘れちゃダメだと思って。すごいわ。うん。さあ、続いて、ケンゴさんですね。あ、はーい。脳内夫婦の方ですね。はい。コーナーあるとスッキリ。うん。ジングルの裏で、梅ちゃんウクレレポロンしよう。笑い。夫婦リオとか、ルクプル思い出すね。っていうコメントですね。はーい。うん。もうもはや自分で自分をいじっちゃうっていうね。
夫婦デュオって言っちゃうっていうね、あの健吾さんとキューさんのあの早いもんソングをね。そっちなんだ。夫婦デュオって言ってるから、そっちなんだ。僕のことかなと思って。うん？うん？何？あ、違うのかな。僕と梅ちゃんのことなのかな。うん、多分ユッキーの方のネタをいじってるんじゃないですか、妄想のネタを。そうなのかな。うん、どうだろう、わからない。自分で自分をいじりに来たのかなと思って。いや、わからない。その真意のほどはちょっとわかりませんが、そうだね、そのウクレレポロンの下りからちょっとつなげるとすると、ね、そっちの線が合ってるのかなと思うんですけどね。そっかそっか、全然考えなかった。うん自ら見ず、ね、自分をいじれちゃうんだって言ってた。鋼のハートだわ。そうだね。ハートが強すぎる。そうだね。うん。健吾さんはハート強い感じがしますけどね。ねえ、本当にね。ぶれない感じがしますよ、すごく。うん。うん。いや、りょうたさんも負けてませんけどね、その意味は。まあそうですね。うん。まあそうですねって言っちゃうところもね。まあそうですね。うん。うん。割とスルースキルが高い方なんでね。いやでも大事ですよ。私は豆腐メンタルなんで。いやいや、それはでもね、僕も初めから高かったわけじゃないんでね。うん、培ってきたんですよね。そう、肯定的なやつなんでね。うん、うん、うん。多分梅ちゃんもそのうち。そのうちね。そう、もうスパンスパンとスルーできるようになるんじゃないかなと思ってますけどね。この感じでなんか、ね、スルースキルとか発揮しちゃうと。うん、なんかだいぶきつくならないかなっていう心配もありますけどね。いやいや、別にいいんじゃないですか。うん、誰が何と思うといいんじゃないですか。そうなんですかね。うん、いいと思いますよ。そう言っていただけると助かりますね。うんうんうん、いつも。さあ、続いて、はい、ありがとうございます。何ですか、はい、何ですか、何ですか、何か言いました。いや、だからいつもありがとうございますって言ってるんですよ、うん、あー、こちらこそありがとうございます。はい。毎日楽しいです。こちらこそ。なんだろう、このくだり。いるのかな、まあ、まあいいや。いるいる。で、次が、はい、お願いします。K 君から、はい、K 君からのコメントですね。はい。聞きました。前回よりもお二人が明らかにラジオ向きになってましたね。うん、加えて、うん、ジングルでだいぶラジオっぽく笑い。うん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 、自分のコメント紹介されるのよりも、うん、その後の自分に対してのコメントがむちゃ恥ずかしいです。笑い。自分の全容は自分でも未だによく分かってないので、はい、多分最後までよく分からないですよ。笑い。っていうコメントですね。はい。これすごいです。嬉しいんですよ。ちょっとタイミング間違えちゃった。ごめんね。何のタイミング ?BGM はね。ああ。これはね、はい、ツイッターの140文字ギリギリぐらいまでの長文なんですよね、うん、そうなんですよ。嬉しい、うん、前回のね、うん、最後まで聞いてやったぜとはね、打って変わって長いコメントをくれたっていうね、うん、うん、いやーね、ありがたいですね、本当に。ありがたい、ありがたい、本当にありがたい、うん、うん、そのね、ギリギリのね、文字数のラインをこう微調整してくれたと思うとね。そうなんだよね。そう、あのイケメンボイスのね、ケイ君ですけどね。そう、完全なるイケボですからね。恥ずかしいって言われるとよりこう話をしたくなっちゃいますよね。そうですね、どんどんなんか、うん、いじってあげたくなっちゃう。そうだよね、うん、さあ続いてです。はい、アリさんから、はい、ですね。はい。ラジオの1時間超えは勘弁してください。笑い。はい。いいコメントですね。アリさん、わかりました。あー、わかったんだけどね、もう50分超えた。あ、やばい。じゃあ、あと一人なんで、はい、なんとか1時間超えないように行きましょうかね。お願いします。さあ、アッシーから、これ LINE アットですね。はい。アッシーからのコメントです。流行らじ聞いたんですけど、BGM があった方が聞きやすいかなぁと。実際パソコンで聞いてたんですけど、少しは小さめに音楽流してた方がラジオっぽく聞こえました。笑い。うん。
フリー BGM でも流した方が聞きやすいかなと思いましたね。笑い。っていうコメントですね。はい。いやー、流してますよ。今ね、まさに今回から流せるようになったので。ね、うん。うっすらとね。そう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 。でもいいね、なんか確かに、喋りやすいかなっていう感じはする。うん。なんかちょっとテンポがね、うん、出るよね、会話の。うん。なんか曲調的に緊張するかなと思ったけど、そんなに緊張しない。うん、あ、それはよかった。うんうんうん。いけそういけそう。この BGM、あれなんですよね。うん、昔、私が一人でピンでラジオやってた時のものと、ちょっと同じやつなんで。いいじゃないですか。時代を飛び越えてね。そう、本当にね。時空を超える人だよね。時空超えちゃうよね。時空を超えてるよね。うん。こんな形でね、再利用するとは思ってなかったんで。思わないよね。でも本当嬉しいですね。それもすべてなんだっけ。なんだっけ。ターンテーブルじゃあ。ミキサーね。あ、それそれそれ。ミキサーのね、写真から始まったんですよね。うん。このミキサーの写真を見た瞬間に、あ、ラジオやろうって思ったからね。やろうって思ったっていうのがね、ちょっと衝撃的ですよね。うん、いやいや、もう迷いはなかったよ。迷いがないのがね。うん。そう、何かと。感想以上です。はい、はーい。はい、はーい。さあ、はい、エンディングトークということでね。そうですね。いやー、ついに1時間達成じゃないですか。うん。まあね、エンディングトークの BGM もまた別で欲しいですね。うん、あ、本当はそうだよね。うん、雰囲気変えたいもんね。そのコーナーごとにね、ちょっと雰囲気も変えたいなと思ってるんで。うんうんうん、そうだね。さあ、はい、次回になるのか次々回になるのか分かりませんけど、はい、梅ちゃんのね、はい、持ち込み企画があるということでね。あ、それ触れちゃいます？ダメですか？あ、全然いいですよ。なんかいいかなと思って。いやー、うん、まだね、うん、試し撮りしてる段階なので。そうなんだよね。でもね、もう試し撮りの段階ですでに感動したからね。うん、ありがとうございます、うん。うん、いいんじゃないですか。はい、持ち込み企画、うん、交互期待ということで。交互期待だね、本当に。うん、本当に楽しみ、完成が楽しみ。完成、まあご協力お願いいたします。ああ、もちろんもちろん。うん、そんなとこですかね。なんかありますかね。そうですね、うん、なんかありますか。そうそうそう、あれなんですよね、明日初めて会うんですよね。そういえば、そうですよ、そう、僕と梅ちゃんがね、ね、ご対面ということでね。ご対面、ご対面、うん。なんだろう、初顔合わせみたいな感じですかね。初顔合わせ、そうだね。うん、うん、うん、楽しみですよ。楽しみって言ってくれるとありがたいですけどね。うん、今本当に楽しみ。とても緊張しますね。緊張するね。まあ、その前段階でね、こうやって、うん、トークができてるんで、まだマシかなとは思うんですけど。よ、ね、うん、よかったよかった。このワンクッションがないと、もっとひどいことになってたかもしれないんで。そうだよね。このワンクッションもかなり安心するね。緊張感がすごいことになってたと思うんで。うん。まあ、もしかしたらね、その、ご対面の上での、はい。早ラジのね、収録なんかもできるかもしれないので、そこら辺も含めて、こうご期待ということでね。鬼のようだな。鬼じゃないです。鬼じゃないですよ。楽しいじゃないですか。いやー、なんかいろいろなね、ことが同時進行で行われるっていう ね、すごいなと思って。そう、カオスな感じしますよね。いやー、なんかね、本当にね、うん、いっぱいいっぱいだな。頑張ってついていきますよ。いっぱいいっぱいぜひぜひ。アクセル全開でいくんでね。本当にね、早いもののキャンピングカーに、うん、乗せていただいてありがとうございます。いやいや、とんでもないです。本当に嬉しいです。毎日楽しくて、うん、楽しいね毎日。うん、うん、
さあ、そんなとこですかね。急にね、アクセル踏むとね、本当に G がかかるからね、うん、ちょっとびっくりしちゃうんで、ね、うん、ちょっとその辺、ふわっとアクセル踏んでいただけると助かるんですけど、ね、本当は。それちょっとゆっくりめに踏んで、だんだんこう、気づかれないように。気づかれないように。ちょっと頑張ります。うん、ちょっとね、本当に急に、うん、急に来たりするんで。急発進ですね。そう。危ないから、ちょっと本当に。うん。わかりました。うん。さあ。はい。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。はい。ではでは。お、はい。お相手は、はやらじメインパーソナリティのりょうたと。はい。梅干しでした。はい。ありがとうございました。りょうたと梅干しの早えもんラジオ、早ラジ。